えー、こんにちは、ソッカー塾のでございます最近はね年の差恋愛についてまたね放送することが多かったんですけどもさまざまねご意見をいただきましたあ今回はね20代の女性が40代もしくは50代の男性と恋愛するならもしくは結婚を視野に入れてお付き合いするならこういうところをちょっとね、えー、要求させていただきたいもしくはこのぐらいは最低年齢いってる分身につけておいてほしいっていうことで。 え何人かの方からねお話をいただきましたのでそれをまとめさせてもらいましたえっとまずね年の差恋愛をするときに20代の女性から見て40代の男性のこういうところが本当いいんですっていうところそしてこれはちょっとね気をつけてくださいとこれはもう恋愛対象というか男性として見れないっていうことらしいんですよでこれは20代女性の素直な意見ですからおそらく 女性も30代になったり40代になったりしていくとまた別の考え方を身につけていくと思いますがやっぱり20代というとねまだ恋愛や結婚に理想が高い時代ですまあ自分もねもの、まあ、すごく20代の女性ということで一番いい時期ですしね、うん、そう考えるとこの理想はなんとか男性側としては実現させてあげたいと思いますし。 少なくともその理想をね20代の女の子の理想を40代50代の自分と付き合うことによってまあ諦めさせたくないっていう思いはみんな持ってると思うんですよ男を心としてね、まあ、ですので今回はあまあ何人かの方の意見ではありますけども尊重すべき20代の女性のね気持ちだと思って、えー、私もね巨神に聞いてみようかと思いますそれではね始まります、えー、まずね 40代男性のこんなところが、まあ、すごくいいな、もしくは、こういうところは持っといてほしいなっていうところでございます。え、一つがね、安心感ですね、一つ目。えっ、ー、とね、7つぐらい言われてるんですけどもね、まとめましたけども、安心感があるってことが一つ目です。まあ、安心感っていうとね、なんかちょっと、抽象的なんで、これをね、細かくまた見ていこうかと思います。一つはね、幅広い知識という安心感ですよね。いろんなことを相談しても、的確に 答えてくれるとということで言葉もね自分を傷つけない配慮のある言葉そして知性深い言葉を知っているということでやっぱり年齢を重ねただけあるなっていう風なね、まあ、まるで父親のようなそんな安心感が知識に裏打ちされて必要なんではないかなと思いますねそして経験ですあの経験といっても仕事の経験じゃないですよっていうことがポイントなんですよだから男性がね何かね自分の経験を話す時 仕事上のことばかりで例えてくるんで、それはね、ちょっと聞きたくないっていうのが女性の本音らしいですよね。男性としては、俺は仕事でこんなにね、力を発揮してきたんだ。仕事でこんなに鍛えられてるんだ。っていうふうに言いたいんでしょうけども、それは全然別世界の話だということらしいんですよ。あなたの人生は仕事なんですかというふうになっちゃうんですよ。やっぱり恋愛対象としてみたりとか、結婚対象として考えるときに、いちいち仕事を引き合いに出してね、お話しされると、 まあ上司が部下に叱ってるみたいな感じなんでそこは勘違いしないでねってことだったんですよあくまでも経験から答えてほしいっていうとこですよねその時にやっぱりね経験があんまりないと男性としては頼りないアドバイスしかできなくなっちゃうと受け売りばっかりになっちゃうのでそこはやっぱり女性としては受け入れがたくないっていうところらしいんですよあなたの経験上どうなんですかっていうふうなもしかして自分と付き合うかもしれない自分と結婚するかもしれない人の 個人的な価値観をね、その経験に裏打ちされた個人的な価値観が自分に受け入れ,られるかどうかってことを聞きたいのに仕事の経験で言われるとね私その職場に行くわけじゃないしみたいなところらしいんですよ。と、えー、いうところね、えー、安心感になるらしいです。豊富な経験から裏打ちされたあそういったね個人的な見解にも安心感があるかどうかってことらしいですね。えー、またね精神性ですよね。 その年上男性の,の余裕のある精神性にやっぱ安心感があるということなんで、まあ、焦ってみたりとかね決断力がなかったりとかせこかったりとかねそういうのはまあまあないらしいです。そしてその精神性ってのはいろんなところで行動として出てるんで、まあ、例えば席の進め方とか歩く際の、ね、ペースとかね荷物を持ってくれるかどうかとかそういったところがあるみたいです。 まあ男女同権だから別に荷物持たなくていいよねとあんまり女の子をじやふやしなくてもいいよねっていうことではなくて年の差ですからこれは対等な関係ではなくてまるでね親子みたいに子供に一方的に愛情を注いでくれる精神性に若い女の子は多少年をいってるね20歳ぐらい離れた男性にもきちんと目を向けるそうなんですよまあ年の差恋愛っていうと大体ね8歳ぐらいからまあ言うらしいですね 5歳前後は年の差ってあんまり言わないらしいんですよ。ですんで、やっぱりこう、十数歳離れている関係の20代女性から見る40代男性の安心感っていうところに、今までお話した部分があるんではないかなっていうふうに、私の方には、あのー、まとめさせてもらいましたね。で、あとね、安心感の中には、金銭的な余裕っていうのも絶対不可欠なんですよ。で、何かね、一緒に行動するために、予算の制限があるから、 旅行に行けなかったり予算の制限があるから住まいが好きなところが選べなかったり予算の制限があるからなんかしんだけど、まあ、ポンコツカーに乗ってみたりとかねそういうのはやっぱりね勘弁してってことらしいんですよこれ同年代だったら違うんですよ同年代だったらしょうがないよねで済むんですけどもやっぱりね20代の女の子から見ると40代の男性50代の男性ってもうね出来上がった男性なわけなんですよなのに あれがない、これがないそれに困ったあたふたしているもう決断力ないだと安心感はととててももじゃないけども受け取れないいいけけど受取れってことらしいです。確かに私たちがね男性からしてもですよ20歳ぐらい上の方に対してどう感じるかっていうふうに考えるとどうですか例えばねあの職場の例をあえて出しますけども先輩とか上司って5歳上10歳上って普通にあるじゃないですか頼りない上司とかついていけますかね 頼りない先輩とかに相談しますかねってことを考えると分かりやすいらしいです。確かに。<laughs> で、えっと、安心感の最後の要素としては、ユーモアらしいですよね。いろんなやりとりの中にも、笑顔と楽しさがなければ、会話が続かないってことなんですよ、ね。だから、不愉快にさせるようなコミュニケーションしか取れない人とか、自慢話をしたりとか、すぐに自分の過去話を持ってきたりとかね。えー、それから、な、何かっていうと、 トラウマがあるって言いい出すす人はいやらしいですねそうじゃなくてユーモアってのはどういうことかって言ったら、まあ、これからねどういうふうにしていこうかなみたいなあの夢を描けるようなねそんな時間に自分を連れてってほしいとかなんかくすっとさしてくれるようなね単なる会話の中にもちょっとしたね、えーまあ、面白さがあるとかね明るさがあるっていうところらしいんですよね。はいかかがですかね40代の男性 えきっとですね40代50代になっても若い女の子と恋愛したいと思うんですけどもなんで恋愛ができないのかなんで自分を恋愛対象と見てもらえないのかっていうのはこういうところにあるそこなんですよで重ねていますけども20代の男性が20代の女性と恋愛するときは今お話したのは別になくても大丈夫ですからね私たちは年齢を重ねているその部分が不利になっているのか年をとってもこれなのかよって思わせるのか年齢を重ねていることが有利になるのかさすが 年上男性ってできてるよねっていうふうに思わせるかどっちかしかないってことなんですよ。じゃあ次行きましょう。えー、同年代にはないほど可愛やっぱりね、あの、まあ10歳、20歳若い女の子をきちっとね、可愛がる、楽しませる、丁寧に扱う、お姫様扱いできるかどうかってことなんですよ。ここには男女同権はないですからね、恋愛対象に、あの年の差を設けた場合。 ここで平等を用いるんだったら女性はふざけんなって話になります。年齢がそもそも平等じゃないでしょと。あなたは私よりも10年20年長く生きてきて何なのって話なんですよ。まあそれは女性が直接言わなくても私たちがおもんぱからなりで,できないですよね。さすがにね。まあ20代の女の子だからいろいろと生き届かないのもしょうがないよね。とでも一人の女性としては尊重してそういうところをバカにしちゃダメだよねっていうふうに思えるかどうかなんですよね。 だからこういうところでは同年代にはないほど本当可愛がってくれてあの一生懸命作ったお料理がね黒くげになっちゃったとかね私家事は全然やったことないんですっていうのもあ全然いいよ、まあ、10年ぐらいかけて一緒にやっていこうよみたいなねスタンスに入れるかってことなんですよ。そして男性自身がそのお手本にになななれるるよような人間になってるからなんですよね、うん、やっぱりこう雑巾がけが丁寧にできたりとか,あのですか、ね、自分の靴をちゃんと磨いたりとかね 服はその辺に引っ張り出すんじゃなくて、ちゃんとハンガーにかけるような習慣ができているかっていうところで、まあ,ある。意味ね。父親のように恋愛対象となる年の差女性をまあ、育てていけるかどうかなんですよ。育てるって言っても指示指導はしちゃだめですよ。自分の態度によって自分の背中を見せることによって、女性が少しずつあ。この人、本当にやっぱり細かいところまでできているんだなっていうことで、自然に女性がね。自分から学んでくれるような。そんな付き合いができるかどうかってことに。 なっていくみたいです。で、次はねえっ、ー、と。ちょっと女性の伸びしろを見てくれるってことですよね。お前なんだ。こんなこともできないのかよ、よっていうのは同年代とかそういった関係においてですよ。でもやっぱりね。10とか20とか差があるわけですから、女性の伸びしろを見てあげないといけないですよね。自分もまあ、20歳の時30歳ぐらいの時こうだったな。 っていうふうに思い出す必要もまではないんですけどもあでもね自分と同じ年齢になるぐらいまでに身につけておいてくれればいいよっていう風なねそれまでは俺別にやるのは苦痛じゃないからみたいな、ね、2人で暮らしを作る時に何でもかんでもね五分五分じゃなくていいわけなんですよもっと言ったら9対1で五分五分みたいな感じが必要ですよねもちろん年上男性が9を担って 年下女性が1しかできなくてもそれで五分五分なんだと思えるぐらいの気持ちが必要です。女性の伸びしろを見ててあげるってことですよねさすがに女性でも40代50代になってね伸びしろを見てあげられないですよこれはあもう。もうそろそろできとってくれよって話じゃないですかそれは。でも20代の女性にはまだね不完全なところがあったり気づかないところが多かったりしても常識破り常識外れなところがあってもそれは仕方ないよねと。自分との付き合いによってそれが 育まれればいいなとそれだけの自分は人間かなっていうふうに考えられればいいと思うんですけどねはい次ですねえっとにるしいですいちいちね「今誰と電話してたの?」って聞くとかえ「昨日どこで出かけてたの?」っていちいちね調査するなってことなんですよ。適度に一人の人として適度に放置してくれること。 そししててタイミングよくく寂しがってくれることこの使い分けが当然40代だったらできてるでしょってことらしいんですよ。でもう一つ言うと同じようなことですけどもそういうふうにできている年上男性だからこそ年上男性っていいなっていうふうに思えるそうなんですよね。はい次ですね。えっ、ー、とこれはねどうですかね。頭がいいってやつです20代女性から見て40代男性が頭がいいのは当たり前なんですよ。 それだけの知識や経験を持ってるでしょと今まで何やってたのってことらしいんですよこれもねあのー、仕事上の頭の良さじゃないんですよよくね仕事ではこういうふうに俺はこなしてるよみたいなことを言い出す人もいるんですけどもそうじゃないということらしいんですよ頭がいいっていうのはどういうことかっていうとまあはっきり言ってお金が稼げるとかねあの人脈が豊富であるとかそういうことらしいんですよ、うん、で発想が豊かとかね これが頭がいい。物知りであるとか。これはね、学歴があるでもいいんですよ。あのはっきり言って学歴があると、頭の良さって、わかりやすいんですよ。これはもう、どの単語を感じると思いますけどもあの、大卒であるってことってのは、高卒であるのと、ものすごい差をつけて、あじゃあ頭がいいんだっていうふうに、誰に対しても思わせることができるんですよね。ただ、実際に大学に、 行ってて卒業しした身分としてはですね大学卒だからって言ってあんまり頭がいい悪いとかまあ関係ないよねっていうふうに思えちゃうんですけどもあの行ってない立場からするとやっぱりね一種の劣等感があったり憧れがあったりするんですよ。あ大学行けてたんだすごいなーみたいなね。もちろん大学名っていうのはほとんどの人はあんまり分かんないです。実際大学受験をして通学してね卒業した人は分かるんですけどね。 受験すらしてない人が、残念ながら大学の名前によってランクを測るってことはなかなか難しいですね。まあ、学歴だけじゃないんですよ。学歴と同等の賢さを感じれば全く問題ないんですけども、でもね、一発でわかりやすいのは、あ一応ダイソー2なんだけどねっていう風に大学行ってたんだけどねっていうのがあると、女性から受け止めやすいらしいです。 あとこれちょっとね寂しい話なんですけども短大や大学を卒業した女性から見るとやっぱりね高卒の男性とか専門学校っていうのはちょっと恋愛対象にはまずは入らないらしいんですよ。特に40代の男性に対してちょっと違和感があるそうですね。でプラス学歴がなければそれに代わる頭の良さっていうのが感じられないと何にもダメじゃんっていうふうに思うらしいんですよね。 だから頭がいいっていうのは別にね国語算数理科社会が得意だってことだけではないんですよ。どう考えていけばいいのか何を学ぶべきなのかってことが分かっているかどうかってことと人生は仕事ではないっていうことがねちゃんと分かっているかってことなんですよ、うん。まあそういうふうなシビアな考えを20代女性つまり平成に生まれた方はもう持ってるんですよね。 まあ私がね昭和で生まれて20代の頃にとてもそこまでは思うことはできませんでしたけどもだ今の20代女性っていうのはやっぱりね時代が進んだんでしょうね洗練されてます人を見る目があると思いますね誰と付き合ったらダメなのかってことがもうねだいぶ正確に分かっちゃってるんですよねはいえっとあと2つぐらいあります20代女性が40代男性に持っていてほしいもの持っていて当然だと思うものそれ2つぐらいありますまだね あと問題解決能力ですね常に自分の問題は的確に処理して、まあ、相談されたことがないぐらいのねその代わり自分が相談事を持ちかけたり他の人が相談事を持ちかけたらすぐに解決しちゃうみたいなそういうふうな問題解決能力問題解決には知識経験人脈こういったものは必要になってきます、まあ、ですんでねそこには資格が入る隙間はないんですよはいで最後なんですけども IT リテラシーですね当然平成生まれの20代の女の子はそこそこの IT リテラシーは生ままれた時から持ってますでも自分よりも10年も20年も先に生まれてる人が IT リテラシーがないとこれはですね掛け算の工夫ができないぐらいしょうもない人だっていうふうに心の中で思うんですよ。決して顔には出さないですけどね。だから 男性に対する選別は割とシビアでしょでもやっぱり20代女性っていうのはこれから起きる自分の人生に何が起きてあの待ってるかわからないんで同世代の男性でないのだったら年を随分ね上に見立てた時に40代とか50代の男性にはもう無限のね安心感とか頼りがいを求めるんですよ。 だって自分が無力であることを知ってますからねでも自分が無力であるのと同時に自分の女性として一番ね美しい時期にどこまでの男性にリーチできるのかってことは本当に真剣に考えてますもちろん女性が20代が一番いい時期と言いましたけども一番女性にとっていい時期を30代にもできるし40代にもできるんですけども ただ残念ながら男性はまずね20代女性じゃないと恋愛にその対象に選ばないっていう現実をねこれ20代女性はよく知ってますからね30代40代になってくると別の攻め方っていうのを覚えていくと思いますけども20代では今最大限生かせるのは若さ可愛さ年齢だってことをねよく認識してますんで今回はその年の差恋愛についてね20代女性が40代 50代の男性に当然備わっておいてほしいなっていうものをまとめてみましたあのこれはですね一意見として捉えていただければいいんであのまあ20代の女の子はね世の中のことわかんないのにそんな基準で男を評価するなよみたいに考えちゃうとこれは持てないですからねあその意見をしっかりと受け止めて自分を採点していこうっていうふうな謙虚さが必要になってくると思います いかか。だだったでしょうかまま話は続きます <laughs> すいません。<laughs> これからね、男性のこんなところは嫌っていうところがあるんですよ。これはやめてよっていうのがあります。ちょっと一旦動画切りましょうかね、これはね。じゃあ、パート2でお知らせしようかと思いますんで、一旦動画は切ります。